吸ってません。吹かしてただけです。なあなあ、教育委員会に行ったら査定には響くし、出世にだって関わってくる。だから付き上がるんです。子供は大人の姿を見るんですよ。Produced by Production Garage. ここに座って。俺たちさ、この後合コンなんだよね。超大事なの。だからあんま時間取れないんだよね。いいから座りなさい。下校の時間になりました。校内に残っている人は早く帰りなさい。話あんならさっさとしろよ。学年主任が来ますからもう少し待っててください。は？まどろっこしいまねしてんじゃねえよ。なあ、早く帰らしてくんないかな。そんな怖い顔してもいいことないぞ。綺麗な顔が台無しだ。話はまだ終わってません。どうして吸ったの？吸いてえから決まってんだろ。バカじゃねえの。市川先生、大体のことは聞きました。彼らは初犯ということなので、これで返して厳重注意したってことで報告書をあげてください。初犯ってタバコですよ。君ら、これ吸ったのか？え、吸ってません。吹かしてただけです。なあなあ。君も早く帰りたいだろ。ああ、こんな勝手なことされて。大体いつまでも君を信じてないんだから。こんなくだらないことで時間取られて。お前何、帰りたいんならさっさと帰れよ。何カリカリしてんだよ。もっと気楽にハッピーにやろうぜ。先生が話してんだよ。そうだっけ？なら早く終わらせてくんねえかな。今日の合コンどうしても成功させたいんだよね。あ、なんか女の子に受ける方法ない？なんなら可愛い子紹介してくれてもいいんだよ。俺がセッティングするからさ。市川先生、何やってるんですか？今、平沼君の保護者の方から電話がありました。この二人には特に気をつけるようにと伝えてあったでしょう。けど他の生徒に示しがつきます。けどじゃありません。昨今はただでさえ厳しいのに、裁判沙汰になったらどう責任を取るんですか。まったくね。えはあ、ごめんね。すぐに解放させるから。橋本先生もちゃんと監督してくれないと。あなたも連帯責任ですよ。はい。大体ね、こんなことが起こった時点で異常事態なんです。次の PTA 総会でどれだけの吊るし上げを食らうか。
あなたも十分分かってるでしょう。教育委員会に行ったら査定には響くし、出世にだって関わってくる。それあんな若い先生に振り回されてどうするんですか。言ってくださいよ。お願いします。よかった。出ろこら。いい加減にしなさいよ市川先生。黙ってください。何その態度。いつまでも許されると思ったら大間違いよ。授業はろくに出ない、出てもまともに授業は聞かない、挙句の果てに目の前で堂々とタバコを吸う、人を舐めるのも大概にしなさいよ。もう高校生なんだから、していいことと悪いことの区別くらいわかるでしょ。社会に出たらこんなこといちいち叱ってくれる人いないのよ。その年になって人として最低限の礼儀も守れないの。社会に出て苦労するのはあなたたちなのよ。市川先生、あなた訴えられたら責任取れるんですか。だから何です。有力者の親、生徒は生徒でしょ。あなたたちは教師としての自覚はないんですか。生徒にヘラヘラして、だから突き上がるんです。子供は大人の姿を見るんですよ。青臭い考えですね。そうやって正義感ぶってるのも時間の無駄なんですよ。間違っていることを間違っている、正しいことを正しいと伝えることが教師の、いえ大人の役目でしょ。正しいことはかっこ悪いことじゃないのよ。親はいつまでもあなたたちを守れないんだから。市川先生は責任というのを何も分かってない。そうやってうやむやにするんですか。それこそ間違っていることです。私たちは生徒に対する責任があるはずです。どうして教師になったんですか。熱い思いがあったはずですよね。ここは何もなかったことでいいんだ。いいね。ほら、君たちもいいから行きなさい。市川先生もそれなりの覚悟をしておいてください。分かってますね。なんで市川確保すんだよ。正しいの市川だろ。お前どこ見てんだよ。ヘラヘラしてんねん。ちゃんと俺たち見ろよ。やめなさい、やめなさい、やめなさい。行こうぜ。まあ明日からちゃんと授業出てやるよな。うん、それじゃあ俺たちこの後合コンなんで、お先失礼します。ありがとうな。え？クソガキどもですね。橋本先生。でもまあ彼らの気持ちを考えるのを怠っていたのかもしれませんね。あとは頼みます。それでは私は失礼いたします。まったく現実ってもんが分かっていない。守るものがないからそう簡単に言えるんです。市川先生も家庭を持てば分かりますよ。市川先生、今回のあなたの処分は不問にするということで、責任ある行動を持って生徒に接してください。くれぐれも軽はずみな行動は控えるように。
はい。Short Drama Channel, an actor's passion for acting. Japan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.